OK、こうか。じゃあ、ちょっと時間になりましたので、アビジャスクール、もうすぐの行きますよ。あれ？あれ？よくさんが。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご参加。はい、またやってきますね。スピーカービューの、ところで、中澤浩一っていうところを画面固定していただくと分かりやすいかなと思いますので、よろしくお願いします。どうすか？どうしよう。どうでやろう。じゃあ始めていきますね。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、アベンジャースクールスポーツ部門のトレーニング、今日は、スポーツクラブだったりとか部活動が今自粛になってますので、まあ、自宅でも簡単に、体を動かして、エネルギーを発散できるようなトレーニングをちょっとご一緒にやっていきたいと思います。で、特にこうやって、スポーツだったりとか、団体競技向けなトレーニングにもなっているので、それを宮田で一緒にやれたらなと思います。で、今日は、フリーアナウンサーの、浜田さんにもご協力いただいて、浜田さんモデルで一緒にやっていきますので、ぜひ、モデル見ながら、皆さん一緒に参加してもらえると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。構成は最初ウォーミングアップして、トレーニングして、クールダウンで、約30分ほどですね、やってきます。で、今日やるテーマとしては、体幹といって体の、幹ですね、いわゆる、体の軸になるところを鍛える形になります。で、ここを鍛えると、姿勢が良くなりますし、見た目も変わる。そして、体の中から、安定性が出るの、ストレスアップとか、むくみが改善されたりとか、いろんなことがありますので、そこをちょっと中心に入れていきますので、よろしくお願いします。では、最初。で、右足を前に出してもらって、で、前ならします。で、まず5回いきます。このまま手を上げていって、で、上にぐーっと伸ばします。そうですね、1。で、このまま手で円を描くような形で、ぐーっと取っていきます、最後に。いいですね。3。あと2回いきます。2。これ背景変えて。はい、OK。で、今度はこの状態のまま。右手を開いていって、内側を見ていきます。そうですね、ぐーっと持ってて、こちらを見ていきます。手の手先を見ていきましょう。はい、戻して、1、ぐーっと吐きながら、後ろに、2、3、顔も腕に指先を見ていく形ですね、4、いいですね。で、肩が何回か気をつけましょう。はい、OK。じゃあ、この反対いきましょう。左に変えて、手を上げていくんですけども、このように肩が上がらないようにして、耳のところまでいけると理想的です。そのまま、ぐーっと指先を見て、打っていきます。じゃあ、行きましょう。1、上げて、はい、戻す。はい、2、はい、いいですね。3、戻して、C。あ、皆さんいいですね。はい、頑張っていこう。OK、OK。バランスキーパネルに戻しましょう。じゃあ、そのまま左に開いていきます。はい、行きます。1。はい、いいですね。はい、2。はい、息を止めないようにしましょう。吐きながら、3。開いていきます。はい、C。で、ラスト。
はい、オッケー。で、今度また右足に変えていただいて、で、ここに引いて、ももの裏と膝裏を伸ばします。で、で、そのまま前に左手ついて、右手を開く。そうです。そうです。右手ですね。OK。戻して、後ろ、前、いいですね。で、指先を見ていきましょう。やっておきます。はい、3。そうです。4。前。で、開いて、指先に回すし、ラスト。はい、開く。5。OK。今度反対側行きましょう。左足に変えて、後ろにお尻を引きましょう。で、前に。で、左手を開く、1、はい、後ろ、前、2、いいですね。で、引いて、開く、3、はい、引いて、4、はい、5、はい、5、OK です。おではちょっと緩めていきます。前に手を持っていって、お尻引いていきます。で、そのまま、右に一歩ずつ歩いていきます。で、背中の、こっち側ですね、左の背中の部分を伸ばしていきます。そうです、お尻引いて、そう。で、横に一歩ずつ動いていきます。はい、ある程度行ったら反対側に行きましょう。そうですね。横を伸ばします。はい、OK です。で、今度は手をついて、体を起こします。こんな感じですね。で、そのまま、真後ろを見ていきます。お腹を伸ばしていきましょう。そうです。ここ、前を向くような形ですね。ここはお腹を伸ばす感じですね。で、ここは顔についてる。つけて伸ばします。はい、反対に行きましょう。はい、OK。で、そのまま、この姿勢のまま、左手を対角線上に伸ばします。ぐーっと伸ばす。はい、戻して、はい、反対、ぐーっと、横も伸ばします。はい、反対、バン。はい、反対、イシ。はい、ゴー。はい、6。はい、7。はい、よっしゃ、行きます。8。はい、OK でーす。はい、ここに一旦ちょっと水飲む方は、ちょっと水飲んで、ちょっと休憩しましょう。水分は各自でやっていただいて構いませんので、各自で全然 OK でーす。で、今はちょっとウォーミングアップを、これがちょっとウォーミングアップになります。なんていうんですかね、伸ばしたりとかっていう性的なストレッチをやったりするんですけど、運動前は体をある程度ほぐす感覚で可動域といって広げて、取ったりとかしてあげた方が、筋肉に刺激が行きやすいので、
まあ、運動するっていうこうシグナルを出せるような状態になります。なので体が反応しやすい状態になるのでトレーニング効果も上がるので、ぜひちょっと試しにやってみてください。じゃあ次は、実際体幹トレーニングをちょっとやっていきましょう。まずは肘をついていただいて四つ這いになります。でこの状態から両膝を少し後ろに下げます。で足を肩幅ぐらいに広げていただいて、そうですね、ここに四角形を作るような形ですね。ここに四角形を作る。で股関節から膝が遠いほど後ろに行くほど低くなるので、それは個人で調整してみてください。でこのままこの姿勢を保ったままこちら足伸ばします。でそのままキープ、いいですね。いきますよ、30秒いきます。マジか。はい、はい、ベビーゴー、上げてそうキープします。でこちら落ちないように、そうです、いいですね。おポジション綺麗ですね。すごい。いいですね。はい、残り5秒。3、2、1。はい、戻しましょう。OK。で、今度は反対側行きます。で、最初の姿勢を崩さないように。ラスト。はい、オッケー。
ベースの軸、体の軸ですね、中心を作るトレーニングになります。で、次はちょっと横の腹筋もちょっと鍛えていきましょう。このまま、肘をついて膝を、両膝を曲げます。こんな感じですね。はい。で、このまま体をここを上げる。で、この状態で少し下げます。で、また上げる。で、ちょっとこう膝が前に出ると体が斜めになってしまうので、膝を後ろに引きます。少し、そうです、そうです、ナイスです。で、このままアップしてダウン。で、これが楽な方は膝を伸ばして、この状態で同じようにやっても OK です。では、これも絶対いきましょう。もうちょっと OK。 で、ここをまず上げます。皆さん上げましたか？そしたら上げたら、ここを下げるように少し下げて、はい、上げて1、はい、下ろす、2、ダウン、アップ、3、いいですね、はい、4、ナイス、5、はい、5、6、下の腹筋意識しましょう。7、こっちですよ。8、はい、9、はい、10、はい、OK、ナイスです。じゃあ今度は反対向きになっていただいて、この形やっていきましょう。で、膝を少し後ろに引いて、そうですね、で、このまま手はここ腰ですね。で、このまま上げます。アップ、そう、はい、いきますよ、レディーゴー、はい、ダウン、はい、アップ、1、はい、呼吸止めないように、2、はい、3、4、いいですね。頭を丸めないように少し後頭部後ろに引きます。ゴーゴー、はい、です。6、7、8、はい、9、はい、ラスト頑張って、はい、OK、 一旦水入れましょう。各自ちょっと水入れていいですよ。いいですね、皆さんしっかり、あ、暑く、暑かった。もし、あの、新田さんと山、なんて言う、少しカメラを下げることできますかね、角度を。もし可能であれば、ありがとうございます。はい、で、次はですね、背中からまた体幹周りをやっていきましょう。さっきこの状態で、まず手をついて、膝を曲げて、肩幅ぐらいに膝を開きます。このような状態ですね。で、このまま少し体を上げて、背中でグッと。そうです。で、頭がこうならないように、少し首を後ろにやりすぎると首痛めてしまうので、この状態をキープします。あ、いいですね。で、そのままキープします。OK。じゃあちょっと一回ダウンしていいですよ。はい。はい。で、これちょっときついので20秒やっていきます。いきます。じゃあ、手をついていただいて、膝を曲げた状態を作ります。このままお腹をまず上げます。で、ぐっと背中で、このままスタート。1、2、3。背中上げて、胸を引っ張られるような形ですね。5。6、7、8、9、いいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK、皆さん素晴らしい。OK です。なかなかこう、背中に重力がかかるってことはあんまりないので、
こうやってトレーニングすると、まあ、姿勢矯正だったりとか姿勢改善に非常に有効的になりますので、皆さん、でもこういう体幹トレーニングは多いんですけど、上向きでやってあげるとより効果的になります。で、今度は足伸ばしてもらって、足伸ばして同じことやります。グッと、あ、で、足を伸ばすのでやって、ここに三角形を作ります。こんな感じでやっていきましょう。まず、そうですね、 OK、 皆さん OK です。じゃあ行きますよ、レディー、一回下げて、はい、行きます、アップしましょう、ゴー、上げて頑張りましょう。1、2、3、4、5、6、7、戸田さん背中上げてください。8、そう、10、11、12、13、14、5、6、7、8、9、はい、OK、 いいですね。大丈夫ですか、皆さん。なんとか入らないところになりますので、まあ、そうすると、外からの指令も、この筋肉に行きやすくなって、より体がコントロールしやすくなりますので、まあ、こういうトレーニングも含めてちょっとやっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。では、それは、有酸素といって、少し動きをつけたちょっとトレーニングをやっていけたらと思いますので、まずは、この状態で、これは、猫背改善だったりとか肩こりにもいいです。長座をします。で、膝、両手をついていただいてお尻を引きます。で、骨盤を立てます。この状態で、で、手を肘90度にしていただいて、そうです、で、肩よりも肘を後ろに持ってくる、そうです、こうならないようにしてくださいね。こう引く、そうです。で、これを繰り返して、振る、とにかく振る。1、1、1、1、1、こういう形です。これを連続して30秒間やっていきます。はい。で、はい、初めて体が丸くならないように、目線を下げたら、これ向いたら丸くなっちゃうので、下げずに30秒。これを3回やっていきます。で、間10秒ちょっと休憩していきますので、マジか。ご自身のペースでやっていきましょう。マジか。無理ない範囲でいいです。はい。いきますよ。では、準備していただいて、いきましょう。そうですね、お尻ちゃんと立てる状態ですね。で、前で振らないように気をつけましょう。では、5秒前。4、3、2、1。はい、振って、振って、そう、全力で振りましょう。いいですね。1、1、1、1。後ろに引く、後ろに。1、1、早く。1、1、1、はい、いいね。ゴー、ゴー、ゴー。前見てくださいね。目線下げない。いい、そう、1、1、1。1、1、お、いいっすね、いいっすね、1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 、
下のコブから拳に握らないようにいきましょう。レディー、ゴー。はい、グッド、引いて、
はい、OK! お疲れ様でした。お疲れ様です。これが、あの体幹といって体の芯に力が入っている状態で、しっかり入れると、有酸素効果も高くなって、お腹も勝手に刺激が入っているので、あの普通に走るよりも効果的になります。なので、ちゃんとした姿勢を作ることで、だんだん勝手に力が入って、まあ、痩せやすい体だったりとか、あのエネルギーが出しやすい体になりますので、まあ、そういったトレーニングをこれからもやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ最後あの、やって終わりではなくて、あのちゃんとケア、あのクールダウンもしていきますので、相談をしていただいて、そうですね、で、さっきと一緒です。お尻を引きます。お尻引くと骨盤が立ちますので、ももの裏が伸びやすくなります。で、手を足の上に置いて、こう、這うような形で、いけるところまで持ってって、遠くに手を伸ばすようなイメージで、いける人は足の裏。で、目線を反れないように、前を見ながら伸ばしていきましょう。はい、OK。で、今度足を開いてもらって、左手を右のかかつま先に向けてぐーっと持ってきます。で、これ呼吸を止めないように鼻で吸って口から吐いて、はい、ぐーっと。はい、OK。反対いきます。なるべくこう、反動を使わないように、ゆっくりふわーっと伸ばしていきましょう。いける範囲でいいですよ。はい、OK。では、右足伸ばしていただいて、で、左足を乗せます。で、右のかかとをお尻の方に持っていっていただく。このお尻の方が伸びてくると思います。そしたら手を後ろについて一回お尻引きます。そうするとより伸びてくるのでそこを伸ばしていきましょう。でそのまま右足左足を倒しちゃいます。で右手を引っ掛けていただいて左に向きます。背中からお尻伸ばしていきましょう。はい、OK。今度左足伸ばします。はい、で、また足を受けていただいて、後ろに引く。で、右のお尻ですね、今度はこっちを伸ばしましょう。体が丸くならないようにお尻しっかり引きます。そうです。で、このまま倒して、左手をロックして、右に向きます。はい、OK です。こういう形で、ちょっと最後、ストレッチもしっかりやっていただいて、皆さんすごく真面目に取り込んでいただいて、ありがとうございます。まあ、運動したり、運動してないと結構汗かいたりとか、まあ、こう自宅の中は本当1秒ぐらいでもできるので、まあ、妹だったり在宅でお仕事してる方は、ぜひまた、参加していただけると、あと継続して血に入れることが、より健康にもつながりますし、同じ姿勢ずっと取ってると肩こりとか腰痛になりやすいので、まあ、また参加していただけるととても嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。まだしてない人は。アベンジャーズスクールの方でよろしくお願いします。今日一緒にやっていただいたクリアランさんの花崎さんでした。ありがとうございます。ではまた明日もこの時間やってますん で今日17時からもやりますんでぜひよろしくお願いします。はい、お疲れ。はい、お疲れです。失礼します。はい、お疲れ。